おはようございます。ボスです。今日はね、夕方に、みーちゃんとね、ボス君と、おいっ子の家にね、忘れ物を届けに、行きました。で、みーちゃん頑張ってボス君引っ張っています。ボス君ね、まあ、いつもね、僕のペースで歩いているので、みーちゃんにとったらね、ちょっと早いかもしれません。なのでみーちゃんね、とりあえず引っ張って引っ張って、ボス君のリーダーになろうと頑張っています。もうね、田んぼの時期で、とてもね、こう夕焼けが映って綺麗ですよね。ボス君ね、今トイレしてこんな感じでテンションも上がっています。本当はね、この動画の最後に、公園で遊んでたんですよね。で、公園動画をね、最後に見てもらおうと思っていたんですが、ちょっとね、うっかりしていて公演動画消してしまいました。なので、特にね、オチというものはなく、ただただね、お散歩動画になるのかな、 お届け物をするんですが、お散歩みたいな感じの動画になります。娘もね、保育園迎えに行って、とてもね、嬉しそうな顔するんですよね。で、時々ボス君とね、一緒に迎えに行くんですが、その時はね、もういつも以上にすごい笑顔です。でもね、ボス君、園内にね、入れないので、表のフェンスでね、賢くお留守番しています。お留守番っていうのかな？こんな感じでボス君、だいぶね、ブラッシングで抜け毛も取れてきたんですが、まだまだ抜け毛はいっぱいあります。一回りぐらいね、小さくなったようにも感じるんですが、まだまだね、いっぱい抜け毛取って、もう一回り二回り、小さくなっていくと思います。やっぱりね、夏は暑いです。ボス君はね、寒いところのワンちゃんなので、夏は苦手なんですが、冬は得意です。夏になれば、いっぱいね、泳いだり、去年もね、週に1回は、川に行ってました。相方のね、チャタロウくんと川に行くので、すごくね、テンションが上がって、またね、今年もいっぱい川に行って、チャタロウくんとの思い出、作りたいと思っています。こんな感じで、テク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 、みーちゃんもね、髪の毛を揺らしながら、ボスくんはね、尻尾を揺らしながら、こんな感じで、ボス君がね、匂いのするところで止まってしまうと娘は引っ張ります。頑張れ頑張れと。でもね、ボス君とても重たいです。娘のね、体重の、3倍近くかな、3倍まではいきませんが、3倍近く、ほぼ3倍ですかね、あるので、やっぱりね、大変です。みーちゃんもみーちゃんでね、特に引っ張らなくていいところで、ついつい引っ張ってしまいます。もうちょっとね、慣れてくると、そんなにね、引っ張らなくてもうまいこーと、二人のね、歩く幅というか、マッチングしますよね。いつもね、ボスの動画見てくださりありがとうございます。引き続きあと1分ぐらいなんですが、こんな感じでテクテク歩いているので、よろしければ、最後まで見てください。今日はね、パパトークはカミカミでした。またね、明日も、よろしくお願いします。